再び大阪から優しいニュースです。木曜日は優しいスポーツ、やさスポ。今日はサッカーセレッソ大阪の森島新社長の奮闘記です。大阪市の区役所に足を運ぶ新米社長がいました。お願いいたします。去年12月にセレッソ大阪の社長に就任した森島博明さんです。就任直後の新体制発表では、サポーターを前にクラブが目指すものを伝えました。今日は出場っていうワクワク感があったり、大事な試合だというワクワク感があったり、それを見ているやっぱスポンサーの皆さんもやっぱり非常に、あ、ここを応援したい、そういう気持ちになってくれると思います。ワクワクという言葉を繰り返した森島社長、現役時代は元祖ミスターセレッソとして森氏の愛称で親しまれ、サポーターをワクワクさせてきました。その後日本代表にまで上り詰めた森島社長、日本代表経験者の J リーガーがクラブの社長を務めるのは史上初の出来事です。監督を目指す中、クラブから要請があり、経営の道を選んだ森島社長。社長室ではなく、みんなの顔がうかがえるこの場所で作業を行います。これが森島流の働き方。社長の主な仕事は新たなスポンサーを獲得すること。ヤンマーが母体で経営的に問題はないものの、より良いクラブにするため資金調達は必要不可欠です。移動の手段は軽自動車。庶民的な森島社長の意見を取り入れました。すると突然車から降りた森島社長、門を開ける心遣い、いや、こういう姿がみんなから愛されるゆえんです。会社としての役割はもっとしっかりしていかないといけないなと思います。北区役所に到着、区長との名刺交換を済ませ、本題の PR を行います。北区は我々のクラブの松田陸も、はい、北区出身で、お会いしないといけません ね、 そうですね、本当に。施設内に幼稚園がある東成区役所では園児たちと触れ合います。マスコットキャラクターのロビーに泣きじゃくる園児にも森島社長らしいなだめ方で、あのロビー君はね、怖くないですよ、怖くない。区役所周りの後は肝心のスポンサー開拓、向かった先は通天閣。現役時代お世話になった西上社長に支援をお願いしました。皆さんにお力を借りて、スタジアムをちょっとこうたくさんの人たちに来ていただきたいなっていうの、はい、セレッソバックアップしていきますんで。いや、もうありがとうございます、はい、元 J リーガーの経験を生かし、交渉は手応えあり。迎えた J リーグ開幕戦、この日はヴィッセル神戸との関西ダービーとあって4万人を超えるサポーターが集結。一方の森島社長は、関係各所への挨拶回りで大忙し。スケジュールに慣れないながらも、時間の許す限り握手を求めていきます。華々しく開かれたオープニングセレモニー。昨シーズン7位に終わり、雪辱を誓う今シーズンが始まりました。山下のゴールで見事開幕戦を勝利。最高のスタートに森島社長もこの表情。試合後、チームの元へ足を運び、選手、スタッフと喜びを分かち合います。は
ます。森島さんもプレッシャーある立場だと思いますし、やっぱり結果っていうのが全てだと思うんで、そういう意味でも今日は勝てたことが森島さんにとっても良かったと思いますし、安心して本当にチームを見ていただけると思うんで。スタジアムを後にする直前まで感謝を伝える森島社長。ワクワクするセレッソが見られるのもそう遠くないはずです。自分たちもワクワク感ある中で、非常にプレー面も非常にこう見ててワクワクもハラハラもしましたけども、そういうところの、ワクワク感とゴール入った瞬間のね、みんなの一応一体となった雰囲気というのもすごく感じられたので、こういういい経験をしたことというものも、今後のまた試合にねつなげていけたらなと思いますけどね。森島社長がみんなから愛される理由。